どうもこんにちはです。まこじチャンネルです。今日はですね、ちょっとまあ死ににくくて攻撃もそこそこできる装備の紹介をしていきたいと思います。ではちょっと装備の詳細を いきます。上からですね、カイザークラウンで、クシャル、腕クシャルで、胸、腕、腰クシャルになってます。で、足はアオラシアです。これはですね、スロットの関係ですね、につけてる感じです。で、この装備内容ですね、見切り3がついて、超回心1で、技術耐性は装飾品ですね、でつけてる感じです。こちらもそうですね。ノート3とかはこうついてます。で、この回復速度っていうのが重要になってくる感じですね。で、1番がこれですね。クシャル・ダオラの恩恵になりまして、レベル1と2は攻撃の氷と水の攻撃の数値を1倍にするってやつですね。で、レベル3ですね。レベル3がゲージ自動回復になりますね。で、これが重要になってきます。で、回復速度もレベル3で4倍ってやつになりますので、をつけています。で、戸籍の方ですね、戸籍の方はまあそれぞれになります。で、自分はノータチなどのノートのやつをつけて、こちらに通撃とかつけた感じでのステータスがこのようになります。見切り4、超回心3、能動術3、超回復速度3、気絶耐性3ですね。で、クシャルダオラの恩恵が3で、挑戦者に弱得2ですね。で、この辺匠1とかついてます。で、陽動がですね、こう敵の攻撃を攻撃した時にこう敵視が向きやすくなります。そんな感じになります。で、まあひるみ軽減はこれは必須でつけてる感じです。これでだいぶ死ににくくはなりますので、皆さんよろしければ参考にしてください。それでは失礼いたします。